ウクライナ軍、置き去りにされたロシア軍の装甲車にドローンから爆弾を投下して破壊。緑のネットも炎上。カモフラージュ用のグリーンのネットも炎上。2023年7月にウクライナ軍がロシア軍が置き去りにしていった装甲車に小型ドローンから爆弾を投下して破壊させていた。上空からのカモフラージュのため、装甲車の上に設置されていたグリーンのネットを通過して装甲車を爆破し、引火してグリーンのネットも炎上していた。上空からのドローンに見つからないためにカモフラージュ用に設置していたグリーンのネットだが、すでに装甲車は破壊されていたので、ネットも半壊しており、上空からは壊れた装甲車が見えていた。置き去りにされた装甲車の周辺には、もうロシア兵は誰もいないので、ロシア兵の犠牲者はいない。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻してから、ロシア軍によるウクライナへの攻撃や、ウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために、攻撃用の軍事ドローンが多く活用されている。また、民生品ドローンも監視・偵察のために、両軍によって多く使用されている。ウクライナ軍では、ドローンで撮影した戦車や装甲車を破壊している動画も公開している。ウクライナ軍では、ロシア軍が置き去りにしていった戦車や装甲車をよく破壊している。小型の民生品ドローンから爆弾を投下して、地上のロシア軍の戦車などを攻撃して破壊している。小型の民生品ドローンで、ロシア軍の置き去りにした車両の空いているハッチの中に向けて爆弾を投下している。ハッチが空いていたら、そこをめがけて爆弾を投下すれば、戦車は爆発する可能性が高い。小型の民生品ドローンからの投下でも威力はある。置き去りにされた装甲車にはロシア兵も逃亡しているので、周辺にロシア兵がいなければ、上空のドローンが迎撃される心配もない。ロシア兵がもういなくなり、置き去りにされた戦車や装甲車をわざわざドローンで爆弾を投下する必要があるのかと思われるかもしれない。だが徹底的に破壊しておけば、ロシア兵が戻ってきても再び戦車や装甲車を使用することはできない。また、ロシア兵が戻ってきて戦車や装甲車の部品などを再利用させないためにも、置き去りにされた車両でも破壊しておくことは重要である。クリミアの燃料貯蔵庫が攻撃されたとロシア。大橋を通行停止に。ロシア当局は22日、クリミア半島の燃料貯蔵施設がドローン攻撃を受けたとして、ロシア本土とクリミア半島を結ぶケルチ大橋を通行停止にするなど、交通に混乱が生じたと明らかにした。ロシアがクリミアを併合して現地に設けた行政当局のトップ、セルゲイ・アクショノフ知事は、証拠を示さないまま、ドローン攻撃はウクライナによるものだと主張した。アクショノフ氏は、攻撃から半径5キロ圏内の住民は避難したと話した。車道と線路が並行して走るケルチ大橋について、現地当局は一時両方の通行を停止したものの、車両の通行は間もなく再開された。ただしその後、車両も再び通行止めになり、当面はその状態が続くと発表した。アクショノフ氏は、クリミアのクラスノグバルデイスキー地区にあるインフラ施設が攻撃の標的だとした。メッセージアプリテレグラムでアクショノフ氏は、初期段階の情報では損傷や人的被害はないと書いた。BBC はこの攻撃について独自に検証できていない。攻撃があったとされる地区はケルチ大橋から160キロ以上離れている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ケルチ大橋は正当な標的だと主張している。21日にゼレンスキー氏は、この戦争の弾薬を届けるのに毎日使われる大橋を無効にする必要があると述べ、ウクライナ政府は大橋を敵の施設とみなしていると話していた。そのため当然ながら大橋は我々にとって標的となる。アメリカ、コロラド州アスペンで開かれた安全保障関連会議で、
ゼレンスキー氏はビデオ演説でこう述べた。ロシアは2014年にクリミアを違法に併合した後に、クリミア大橋とも呼ばれるケルチ大橋の建設を開始。プーチン氏が自ら先導し、2018年に開通した。クリミア半島とロシアの間のケルチ海峡に架かり、道路と鉄道が並行している。橋はウクライナ南部を占領するロシア軍にとって重要な補給ルートとなっている一方、ウクライナにとってはロシアによる侵攻の象徴でもある。ケルチ橋では昨年10月に大きな爆発があり、一部が通行止めになっていたが、今年2月に全面的な通行を再開。今月17日にも爆発があり、2人が死亡したものの、線路は破損していなかった。17日の爆発について、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナによる無意味で残酷なテロ攻撃だと非難し、報復を約束していた。ワグネル戦闘員、ポーランドに行きたがっている。ベラルーシ大統領が隣国牽制。ウクライナ空軍などによると、ロシア軍は23日、穀物の輸出拠点となっているウクライナ南部の港湾都市オデーサをミサイル19発で攻撃し、大聖堂などの歴史的建物が被害を受けた。昨年2月にロシアがウクライナ侵略を開始してから24日で17ヶ月となるが、双方の激しい攻防が続いている。ウクライナ空軍はロシア軍が発射したミサイルのうち9発を撃墜した。オデーサ州知事によると、集合住宅6棟も被害を受け、1人が死亡、19人が負傷した。大聖堂はロシア正教会の傘下にある。ミサイル攻撃を受けたオデーサの歴史地区は、今年1月、国連教育科学文化機関ユネスコの世界遺産に登録された。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は23日、SNS でロシアのテロに対する報復が必ずあると非難した。ロシアは黒海経由でのウクライナ産穀物の輸出合意からの離脱を17日に宣言して以降、連日オデーサを含む南部をミサイルで攻撃している。ロシアのプーチン大統領は23日、ロシア西部サンクトペテルブルクで、ロシアの侵略に協力している隣国ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領と会談した。ロシア大統領府によると、ルカシェンコ氏は会談冒頭に地図を持ち出し、ポーランド軍がベラルーシとの国境付近に部隊を集結させていると主張した。その上で、6月24日にロシア国内で反乱を起こし、ベラルーシが受け入れているロシア民間軍事会社ワグネル戦闘員についてポーランドに行きたがっていると述べた。北大西洋条約機構 NATO 内で対ロ強硬派のポーランドを牽制した発言とみられる。クラスター弾で双方に死傷者、従軍記者ら犠牲拡大も。ロシアが侵攻したウクライナ東部と南部で22日、ロシア軍とウクライナ軍がクラスター弾を使用し、従軍記者ら双方に死傷者が出た。ロシア軍は23日未明、穀物輸出拠点の南部オデッサ州の州都オデッサにミサイルを撃ち込み、ウクライナ正教会の大聖堂や集合住宅が被害を受けたほか、1人が死亡、20人以上が負傷した。大量の小爆弾を広範囲に撒き散らし、不発弾を残すクラスター弾は非人道的兵器とされる。110カ国以上が参加するオスロ条約で使用が禁止されているが、ロシアとウクライナは加盟していない。ドイツ公共放送ドイチェウェレは22日、東部ドネツク州でウクライナ軍を取材中だったカメラマンのエフヘン・シルコさんが、ロシア軍のクラスター弾による攻撃で負傷したと発表した。シルコさんは病院に運ばれ、命に別状はない。
一方、ロシア国防省は22日、南部ザポロジエ州で取材していたロシア紙の記者団がウクライナ軍のクラスター弾で攻撃され、国営ロシア通信の従軍記者1人が死亡、3人が負傷したと発表した。